災害から命を守る平時の準備編。ハザードマップで確認した避難所までの経路に危険箇所がないかあらかじめ確認しておこう。避難のタイミングをあらかじめ決めておき、警戒レベルに応じた避難行動を取ろう。避難所へは食料や水などを持っていこう。コンタクトレンズや薬、マスクなど自分に必要なものも忘れずに準備しよう。自宅には食料や水、簡易トイレなど家族の3日分以上を備蓄しておこう。災害に備えを。救える命を救いたい。佐賀県